こんばんは、東山一平です。私は今若者でにぎわう町、渋谷に来てますけども、給料が出たということで、人混みがいっぱいです。今朝は、寒くて雪が降りました。まだ、雪は今、止んでますけども、私は今夜は衝撃の今話題の親子と対面します。その親子とは悪魔ちゃんとそのご両親です。こんばんは。どうもこんばんは、よろしくお願いします。いろいろ、ご意見ありますでしょうか。でも後ほどまたよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、それでは後ほどラストワイドの中で私東山一平がお届けします。お楽しみに。衝撃の記者会見を最後に村上結衣は姿をくらました。でもその結衣の失踪、実はあの村上一郎が仕組んだ全くの狂言だったわけ。死にたくなるんです、結衣ちゃん。そんな中、結衣失踪の原因となったラストワイドを打ち切りの危機に、ラストワイドピンチ。ワイドショーなんかやめちゃえば。そう、やめちまえば。一方、新人レポーターの一平が幼馴染の村上に呼び出された先であったこの女性、一平の見合い相手は村上の恋人だったわけよ。もう一度コメディアンとして成功してほしいんだ。俺も応援するよ。村上は甘い言葉で誘い、一平を仲間に引き込もうとする。それにしても単純なやつ。そしてその夜、紗友子さんが一平を訪ね漏らした決意とは。どうも。明日の放送が最後でも最後でもいいわ。陰でこそこそ何やってる。騙されていたことにようやく気づいた一平、一転村上を責めた。そして結衣の無事を知ったのだ。ついてますから。それって無事ってことですか。紗友子さんの一大決意のもとに決行された生放送、 そこに村上が怒鳴り込んできたってわけ。結衣ちゃんは無事なんだろ。そうなんだろ。だけど村上の方が一枚上手、すかさず結衣発見の記者会見を開き、ここぞと結衣をアピール。これで一件落着かと思いきや、結衣レイプ犯は釈放の朝何者かによってさらわれたのよ。その背後にはきっと黒幕がいるはず。21歳。短い人生だったよね。思い残すことないよね。いい思いしたんだからさ。結衣のファンなんでしょ。違うの。まさか誰でもよかったなんてことないよね。怒るよ俺。やだよ。君は死んで罪を償いなさい。一発目は抜いてやる。安全のためにね。どうだろう、こんな寂しいところで死ぬの嫌だよね。自殺してよ。さらわれた。ああ、誰に。